はい、こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、前回ね結構好評だったボスコンくんちゃん釣りたいなと思います。ということでね、今日もねボスコンくんちゃん釣っていきたいなと思うんですが、どのサウル釣るかわかるでしょうか。皆様いきますよ。じゃん。正解はねこちら、ヒュージカスタムでね釣っていきたいなと思います。で、餌はね、もちろんねこちらスピナーベイト、こんなんでね釣ったらボスコンくんちゃんね大怪我しちゃうので、こちらです。九州ごとジビエさんのジビエでね、今日も釣っていきたいなと思います。ではね引き続き最後までご視聴ください。はい、ということでね、準備ができました。で、まだね朝一の撮影なんで大きい声は出せません。こんなねおっさんが屋根の上登ってねかなり怪しい。で、ボスコンくんちゃんね気づいてないかな、まだ。あ、いた、気づいてない。ん？こっち見てるやん、こっち見てるやん。あいつ何してんねんの、逃げんな。じゃあね、九州ごとジビエさんのジビエねぶら下げていきたいなと思います。さっきも言いましたが大きい声は出せません。じゃあ、ドッグフードが売ってる、ドッグフードがねあります。ご飯残しております、朝ご飯。じゃあね、お肉だよ。あれ、誰も来へんやん。お肉だよ、ジビエだよ。あれ、どこにいんの。いた。あれ、フードスタンドがなくなってるやん。ボス君とクインちゃん見ております。お肉だよ、ボス君。かん、ほら、お肉、お肉だ。お、ボス君聞き出した。でもクインちゃんがお前は食うなと。クインちゃんが割り込み。おっと、どっちが食べれるのかな。うう。危ない。さっきも、ね、言いました、何でも言いました。朝からね見てください、屋根の上乗ってねこんなことしてるやついんのかと。あんま大きい声では言えませんが、いきますよ。ボスがボスがジャンプしている。ボスが必死にねジャンプしております。肉取られた。ボスどこ行った。クインちゃんが食べれへんかった。ボスが、まあ、ボス怒られるのちゃうか。お前だけ何食ってんねんと。もう一回ね、もう一個あるんで、それはねクインちゃんにあげたいなと思います。さあ、2回目です。2回目のジビエ。ちなみにモコにはねちょっと映せませんが、ワンちゃんねお散歩されてる方もいます。クインちゃんおいで、クイン、ほらおいで、クイン、よし、クイン。気づいてないのかな、ここにねぶら下がっておりますジビエが。クイン、多分ねボス君が動くまで来わへんかな。あ、ボスも見てる。でもねさっきねボス君食ったんで、クインちゃんにねあげたいなと思います。クイン、ほらおいで、かん。肉だけがぶら下がって、クイン、どうしたん、ほらおいで。なんか遠慮してんのか。よいしょ。あ、待って、ボス来た。ボス赤。ボス赤、プレッシャーか、プレッシャーか。いや、あかんってば、ボス赤ってば。これはクインちゃんの。これはクインちゃんの。肉がラインから落ちました。肉ね取りやすいようにしてるんでね、抜けて落ちました。クイン笑ってる。クイちゃん美味しかった。クイちゃんドッグフードも食べや。
ケンちゃん、ドッグフード食べや。はい、行こう行こう。食べへんのかい。もうない。肉はない。肉ない。ケンちゃん食べ。ドッグフードは。よし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 。ちょっとね、お散歩されてる方多いんでね、下行きたいなと思います。よいしょ。はい、ということでね、ボスコンくんちゃんね、上からお肉、久しぶりにね、ちょっとボスコンくんちゃん釣りたいなと思って、釣りしていました。フードスタンドどこやったん？ほどほど。で、ボスコン食べてね、くんちゃん食べて、なあ、美味しかった？あ、わかったわかった。ドッグフード、はい、ほんで置いといたら、置いといたら、はいはいはい。で、ちょっとね、朝一ということで、あんまりね、ふい、大きい声でね、話せませんでしたが、久しぶりのね、まあ、おーち、犬釣りかなと。よいしょ。あんまね、あと、まだね、朝早いんでね、下に来てもね、パパの声、響き渡ります。はい。あとね、お散歩途中の方が多かったりとかね、結構しますんでね、結構ね、控えめに喋っておりました。よいしょ。じゃあね、今日ね、ちょっと忙しいんでね、この辺でね、撮影終了して、今日も一日ね、よろしくお願いしますというかもう、投稿日にはね、お疲れ様でした。じゃあね、今日もお疲れ様でした。くいちゃん、はい、バイバイ。はい、ということで、いつもボスコンくんちゃん見てくださりありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。ボスコンくんちゃんの肉釣り。肉でね、ボスコンくんちゃん釣るのどうでしたでしょうか？第2弾ということで、またね、受けが良かったら3回、4回とね、引き続きしていきたいなと思います。じゃあね、ゆっくり休んでください。またよかったらインスタグラムにも遊びに来てください。素敵な夜をお過ごしください。